はい、どうもこんにちは、アクアリウムトールマン山田です。今回は難波にあります保険の代理店ライフデザイン様に水槽の納品をさせていただきました。はい、まあ、実際の事務所、こちらに置かさせていただいたんですが、こちらのお客様が、座られる客間のパーテーションで今回は水槽を置かさせてもらってます。まあ、こっち側はね、硫黄石だったりとか、ほんと、あとはシダ植物をメインに、ちょっと化粧図なんかも入れて、爽やかに、見せるようなレイアウトになってます。どっちかというと、横にね、目を入れていって、流れるような形で組んでいった感じです。まあ、まだね、今日入れたばっかりなんで、まだまだこれからだとは思うんですけど。はい。まあ、どちらかというとね、右寄りの三角構図で組んでます。で、まあ、こちらはね、パーテーションで実際仕切りとしてね、入れてるので、お客様の座られる方からも見れるように作成しております。こっちはどっちかというと有形層をメインに、まあ、色とりどり、赤だったり緑、ライトグリーン、あとはまあ陰性の植物だったりとかね、まあ、あの様々な色を組み合わせて、作らさせてもらいました。で、石はほとんど見えなくて、ホーンウッド、あとはまあリベラのウッドサージ、そういうちょっとね、荒々しい流木をメインに使用させてもらってます。はい、まあ、実際座ってね、見る感じこんな感じなんですけど、いいですね。またあの正面とね、こっちの裏側と違う雰囲気になってくるので、まあ、2度楽しめる水槽となっております。はい、まあ、今回のね、こちらの水槽はメンテナンスも、させていただきますので、綺麗に、状態よくキープしていけるように今後も、しっかりと管理していきたいと思います。ではまた次回の動画を楽しみにです。以上、トールマン山田でした。